秘蔵コレクション。写真集か。まあまあ可愛い子だな。あ？こんな可愛い子が？まさか、この次は。こんなのいいのかよ。まさか、この。もしや、この CD の中身全部が。見たい。生きている限り見たい。俺は見たいんだ。赤い糸。え？何してんのよ。これは発射器の SM だが、かなりいい。あ、しかもこの角度、もろにパンツがない。ティナちゃんを返してもらいに来たわよ。あら、ティナちゃんはどこ？おはようございます。昨夜は楽しかったですね、お兄さん。ちょっと怖い時もありましたけど、いろいろ教えてくれて嬉しかったです。ティナ？ちょっと待てよ、夜バージョンのティナと一緒に喋ってただけだよ。何が夜バージョンよ、変態。ティナに先を越された。どうしたんですか？やったか。そういえばこういう場面見たことあるな。え、傘を私の方に傾けてくれてる。自分の肩が濡れちゃうのに。野崎くん、お願いだから平行に持って。道路側は危ないから。ダントマインド、あ、影山。普通の方。はい、煽られない。あれ、おう、普通の方です。一人時間さ、うちの野生児は騙せても僕には通じないんで、よろしくどうぞ。カラスノの一年、腹立つやつばっかだと思ったらお前ダントツ。どうも。腹立つしますよ、魔王様。こんにゃくとキュウリと牛乳でどうやって次の給料日まで食いつなぐおつもりですか。お金が残ってるし、それにほらバイト先のまかないとか。若いうちからハイカロリー高コレステロールで毎日を過ごしてた。10年後が楽しみですね。期間前に生活習慣病で休戦しなければいいですね。確かに私の患者さんを落ちなければいいですね。実際的な出勤まで適応されたのは魔王様です。本来は決めると健康者第一者であればならない。うるせえ、バイトの時間だ。スズメ捕まえるより簡単でしたね。つうかこれ堀北舞ちゃんじゃなくて堀内真子じゃん。知らんわ。どっちも可愛いからええやんけ。俺は巨乳がいいんだよ。なるわけです。Headshot.